ちらになるんですけれども、はい、内々定とし、ぜひ弊社で一緒に働けないかと思っています。今年4月、企業から内々定をもらったという佐藤さん。最終面接終わった後に内定ですよっていうものをお電話でいただいて。どんな気持ちでした？いや、率直に本当に嬉しかったですし、今日はご馳走しようかみたいな形で家族全員で喜んでくれました。しかし、内定解禁日の翌日、10月2日に届いたのは内定通知ではありませんでした。社内で厳正に検討しました結果、正式な内定はお出しできないとの判断に至りました。本当にシンプルに絶望というか、大体の学生は内定だったりだとか就職活動を終えた次の日のそういうメールだったので、本当にシンプルに絶望でした。佐藤さんが内々定をもらったのは、スマホ向け不動産検索アプリカナリーを運営するブルーエイジ。創立3年、社員数が75人のベンチャー企業です。ブルーエイジは最大50人を目標とする新卒採用を計画し、4月以降47人の学生に内々定を通知。しかし、半数近い21人の内々定を10月2日に取り消したというのです。その会社で働けるという思いっていうのは何パーセントぐらい持ってました？自分ではもう 100% に近くて、そういった手厚いフォローもいただけますし、会社で働けるんだなっていう気持ちにとてもなりました。3度の面接の末、5月に内々定を承諾したという佐藤さん。メールには承諾したら入社に向けた準備を進めるとの記載が。さらに、こちらが教科書で、こちらが問題集という形で、自宅には資格試験の教材が届き、勉強するよう指示があったといいます。それでも取り消された内々定。親御さんに伝える時はどうでしたか？泣きながら、内々定取り消しになっちゃったみたいな形で泣きながら説明をして、期待を裏切るような形になってしまったというのが自分自身として一番悔しいです。同様の被害を訴える SNS 上のアカウントからは、内々定獲得で安心してたのに、今では内定がないのは私だけ、生きた心地がしない。現在就職活動を再開したものです。新卒を募集している企業様も少なく、就職活動が進められない状態です。突然白紙になった就職先。最近就活を経験した人からは、親と相談したり、それなりの覚悟を決めてるのに、会社側から一方的に切られるのは、ちょっと社会人として無責任かなっていうのは感じました。法的な労働契約関係を結ぶ内定の一歩手前の内々定。企業法務に詳しい弁護士によりますと、取り消した場合も原則法的な責任は問われないといいますが、会社側の説明で、あ、これはもう就職できるよねと、信頼するような事情があったのであれば、精神的苦痛を与えたということで慰謝料を払えということが命じられる可能性はありますね。内々定を取り消した理由について会社側は、内々定という社会通念への認識も不足しており、学生の皆様への必要十分な説明も書いていた。また連絡が10月2日にずれ込んだことについては、日本テレビの取材に対し、その点が今回の一番の問題だったと謝罪しています。